うちがやっぱり夜景が人気で、うん、これが一番強いですかね。逆にプロじゃなくてもここまで作ったのはすごいかな。まあ、ありがとうございます。ルーのウェブ酒場です。本日は黒坂オートキャンプ場の経営者の角田さんに来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。そしたらまず角田さん自己紹介の方よろしくお願いします。はい、株式会社クロスロープという会社の代表をしています。黒坂オートキャンプ場というキャンプ場を運営しています。いらっしゃいませ。本日のメニューです。メニュー来ましたよ。おしぼりどうぞそしたらメニューの方から選んでいただきましたら、はい、ライドチェックの方からじゃあお願いします。早速行きましょうか。まず、黒坂オートキャンプ場のホームページって、なんか写真写ってますけど、実際の現場というか、はい、黒坂オートキャンプ場の、はい。実際の場所です。すごい綺麗ですね、めちゃめちゃ。場所ってどこにあるんですか？場所はですね、山梨県の笛吹市っていう場所にあります。実際写真って撮りに来はってるはるんですか？はい、これはもらった写真もありますし、まあ、自分で撮った写真もありますね。実際、この写真めちゃめちゃ綺麗なんですけど、これホームページって今作るどれぐらいですか？このドメイン自体は数十年前からあったんですけど、うん、私がホームページリニューアルして、3、4年前ぐらいですね、多分。実際どうです？アクセスとかは。ありがたいことに結構アクセスありますね。山梨県キャンプ場とかでそこそこ上位にいるので、うん、黒坂オートキャンプ場っていう地名検索も結構あるのでそこそこ流入はあります。これ実際何をメインでいいか、何推しに作ってたとかそういう経緯的なやつは。まずファーストビューで綺麗なキャンプ場の写真があって、直感的にいいなって思ってもらえるような写真をできるだけ送っていうところと、うん、この4枚も森の写真と、ね、あとうち森と夜景があるので、夜景が見えるのと森があるのと、あとまあ森があるんで紅葉が綺麗ですよみたいな、そういうちょっとタイプの違う写真を年間通して表示してるっていう感じですね。夏秋冬とかいう感じで季節を感じる、はいはい、これはでも全然伝わりやすいですね。確かに、はい、実際大阪オートキャンプ場の推しとかもちゃんとあるんですか？これは推しというか。そうですね、まあ推しは本当にこの5つなんですけど、うん、うちがやっぱり夜景が人気で、うん、夜景が見えるキャンプ場ってあんまりなくてですね、この画像みたいに街の明かりですね、希望できる夜景、この周りの明かりが、これが見たいって言って来られる方いるんですけど、これ魅力の一つで、これが一番強いですかね、集客。夜景が見えるクワガタ。そうそうです、クワガタが出てくるんですね。私がクワガタガイド夏にしてまして、実際にお客さんとこう一緒にクワガタ撮って、これ何クワガタですよみたいなやるっていうツアーもやってて、実際このクワガタとかカブトムシいるってことですか？そうなんです、この種類のクワガタがいて、このクワガタを結構皆さん撮りたいっていう、やっぱ東京とかだとね、クワガタはもう最近撮れないんで、やっぱこうクワガタが撮りたいっていうので、このクワガタプランっていうのを作って。クワガタプランありますね。そうですね、クワガタプランの面白いです。1月から8月21日ですね。この時期がクワガタが一番多いっていうか、はい、これは面白いですね。これちゃんと料金表もシーズンも載って分かりやすいね。素晴らしい、ね、で実際、はい、山梨県であんまりイメージ湧かないですけど、推し的なさなんかあるんですか？富士山も見えますけど、山梨県でいうとまあ写真通り富士山が、まあ、うちのキャンプ場からは正直見えないんですけど、車でもう30分ぐらいで富士山のあたりまで行けちゃうので、富士山が近いですし、季節のフルーツ狩りとか自然系がやっぱり基本ですね、観光だと。実際年間で何人ぐらい訪れはるんですか？大体人で言うと1万人付近ですね。子供とか大人とか全員合わせてそのぐらいですね。キロさんもめちゃめちゃ広いんですかね、これ。これ55サイトぐらいありますね。もともと持ってはったんですかね、その場所っていうのを実家が山持ってるんでっていう。あ、そういうことなんですね。ラッキーだったって話です。なるほど。角田さんが運用されてからどれぐらいなんですか、今。3年ぐらいですね。これなんで角田さんやろうと思ったんですか？まあ大体だからちょうど3年前、コロナになる直前ぐらいで、キャンプ場がちょっと来始めてたんですよね。僕もともと IT 系のウェブメディアの会社で、インターンを大学時代3年ぐらいずっとしていて、なんでこういう SEO とかやってたんですよね。実際この内容も角田さん自身がもう実際指示して。僕が全部デザイン作って。ご自身でデザインされたんですか？デザイン、そうですね。自分で作りました。それなら素晴らしいですね。まあ、角田さんもデザインもコンテンツ内容自分でご自身で全部考えたっていう。あ、そうです、全部考えてて。評価どころか結構素晴らしいなっていう。分かりやすいなっていう。田舎とかって集客とか弱いじゃないですか。うん、キャンプ場がちょうど来てたんで、で、まあ僕元からなんかその起業したいみたいなのもあってですね、ウェブサイト作ったりとか、うん、SEO サイト作ったりとかしてたんですけど、その頃アフィリエイトが右肩下がりというか、うん、アルゴリズム変更でだいぶ良くない時期になってきて、で、僕は結構 SEO アフィリエイトをやってたんですけど、ちょっとこれ先行き怪しいなと思って、うん、そこで逆に田舎のビジネスと IT とかって強そうだなと思ってて、そういうなんか集客弱い業界の集客とかをネットでやっていくみたいなのって結構大事だなと思ってて、ってなことを考えてたんですけど、普通に考えたら、いや、実家キャンプ場じゃんと思って、直接 IT の中で IT の人と戦うよりかも、まあ、そういうキャンプ場でホームページを作るとかの方が、どちらかというとイージーなので、うん、まあ、そっちの方がいいなと思ってっていうのはありますね。実際、ソナさんが気づいてから、実際売り上げ的だいぶ変わったんですか？6倍とか、ですね。いや、もうウハウハじゃないですか。そうですね。いきなりですが、こんなお悩みありませんか？システム開発、ウェブサイト制作、その後の保守運用ってどこに頼むのか。株式会社クラウドシードではウェブでできないことはありません。お問い合わせは概要欄の URL から。
前そのウェブ、まあ、SEO とかやった時も全然年収も比べもならんぐらいかったんですか。大学の頃にそのウェブメディアでエンジョイしてたんで就職してないんですよ僕。デザインでもっともっとやってたわけじゃないですよね。どちらかというと会社ではそのウェブディレクターとか、まあ、SEO アフィリとかなんでそのデザインとか関係ないじゃないですか。なんでデザインはノリですね。ちゃんとポイントを押さえてるというか、この一発目の雰囲気を伝えるのと、はい、何のサービスをしてる、誰がどう見てもキャンプ場っていうの分かるし、はい、このキャンプ場の推しのポイントもちゃんと伝えてらっしゃるし、あと場所とか実際 SEO 的にこういう記事を上げていったりとか、今イベントとか上げてらっしゃるんで、はい、基本的なことを全部ちゃんとしてらっしゃるから、どちらかというともう出身ウェブ系なのでホームページはむしろなんかだからしっかりしてらっしゃる、はい、これ一から全部作りやった、これだけ外部に頼んでるとかなんかあるんですか。友達と一緒に作ってて、うん、それも高校の後輩なんですけど、うん、高校の後輩がたまたまその当時こういうウェブサイトのプログラミングとかやってて、で俺が細かい、まあ、デザインと内容を決めるから、うん、そのデザインに沿って Adobe XD で僕がデザイン作ったんで、うん、その XD 通りに WordPress で作ってほしいっていうのを、うん、そいつに依頼して、その友達が作って、その後細かいデザイン修正とかは私がやったっていう感じですね。いやもうこれ十分ですね。実際言ったらこれサイト制作費ってだいぶ安かったんですか。10万とか15万とかいくらか、まあ、そんなもんです。だって僕らやったら大体これ企業で受けたら80万ぐらいは取りますかね、大体は。まあなんか友達と作ったって感じなんで、もう本当に全然普通に分かりやすいし、例えばこういうキャンプ場の紹介サイトの場合って基本的に写真が命だから、はい、結構写真をメインに載せていったら結構イメージ伝わりやすいし、まあ、実際こうやって YouTube も載せてらっしゃるからイメージはもうすぐ伝わりやすい、うん、で実際施設の紹介とかも全部載ってるし、さっきのクワガタなんかプランとかあったじゃないですか、はい、そういう面白いのも載せてらっしゃるので、はい、専用のページ作ってらっしゃるし、なかなか伝わりやすい。で SNS も基本的には全部やってらっしゃるっていう。そうですね、ちゃんとポイントを押さえてるから、で最終的に予約ページも実際はちゃんとあるし、メールフォームの問い合わせも、バイト募集とか人手足りひんとかあるんですか。正直最近は周りで声かけたら知り合いずつに集まってきて完全にお友達でバイトとか集めてますね、うん、これでも面白いのが採用募集ページでようやくミッションビジョンバリューなんですね。キャンプ場のホームページなんで、まあそうだ、別にキャンプ場のミッションとか会社のビジョンは別にお客さんそこじゃないかな実際会社概要みたいなのあるんですか。会社概要は会社のことは全然歌ってないですね。むしろ実際キャンプ場がメインで推しで売ってるから。そうですね、キャンプ場メインなんで今のところは採用とかないしなっていう感じですね。ホームページを見て問い合わせて、もしくは予約って結構多いんですか。予約は7割ぐらいホームページですね、うん、なんか他のポータルサイトとか予約サイトに載せてる時でももうほとんどこっちからの多い。 NAP っていうサイトがキャンプ場業界の予約サイトで一番大きいんですけど、うんうん、そこのサイトの予約システムは前々使ってたんですけど、今はそれがもう全部ガッチャンコしちゃって NAP から予約を取るみたいな感じになってるので、ここに貼り付けてあるリンクは NAP なので、自動的にそこに行くって感じで、はい、ホームページからか NAP からか分かんないんですけど、うん、でもともとは別々になってて、その時に計測したのが 7-3 ぐらいの割合だったんで、まあ、多分今も 7-3 ぐらいだとは思いますね、うん、でも実際めちゃめちゃ効果出てるってことですもんね。これホームページはだいぶ作り変えて意味はありましたね。 SNS とかの流れはあるんですか、流入は。 SNS は全然ですね、むしろほぼホームページですあ、なるほどね。あんまり SNS が強いキャンプ場ってなくてですね、逆に SNS に強い、例えばまあキャンプ場だったらインスタとかは本気でやったら、いや伸びそうですよね。もうさらに倍いくかなと思いますね。と思って僕も自分のインスタやってたんですけど、はい、これじゃないな感があって全然伸びてないんですけど。そしたらまずこの最終的なサイト、僕の評価でいいですか。僕的には90点ぐらいはあるかなと思いますね。実際効果出てますしね、伝えたい内容もあるし、おそらく僕も提案する内容ってまんまこの内容だと思うから、ある意味海外のデザインとか別に載ってるわけでもないので、正直なし、これずっと3年4年5年でも使えるサイト、海外のサイトとか動きとか結構あるんですよ。動画裏で動いてるやつとか、動いてるとか動きがシャーシャーしてるとかあるんですけど、はい、ある意味そういうのも使ってないからシンプル で実際更新もずっとしてらっしゃるんですよね。ここでお知らせとかでこう、うん、で更新も普通にしてらっしゃるし、あとは内容だけ変えていったら、もしくは次出していったらいいと思うので、逆にプロじゃなくてもここまで作ったのはすごいかな。まあありがとうございます。普通に分かりやすいしっていう。だからさらにもう一発改善点を言うとしたらブログかな。ブログあんま書いてないですね。うん、キャンプ場のサイトもそうなんですけど、見てる人はすぐ離れたりしない、掘っていく、どういうキャンプ場で実際利用者さんとかどんな写真上げてらっしゃるんやろなとか、はい、そのイメージが結構大事なんですよ、はい、実際利用者さんの声とかこういう写真を、まあどんどん更新、季節ごとによって全然写真とかちゃうし、はい、あとはまあ一発目のイメージですね、もったいないですね、ノーイメージなのが、はい、中に入ったらこんだけ素晴らしいのを上げてらっしゃるので、はい、ここ入ったら何もないのが、はい、結構もったいななっていうぐらいですかね。まあ、こういうのがあと毎日結構更新されてあれば、利用者さんの声とかも載せておいたらいいかなっていう、声が結構大事で、まあ、写真でも何でもいいんですけどね、そういうのがなんかもう一発あったらここに行きたいなっていう人はもっともっと増えるかなとは思います、はい、ありがとうございます。
黒坂オートキャンプ場のサイトを徹底チェックさせていただきました。その中の PR とか宣伝あればお願いします。黒坂オートキャンプ場はですね、夜景が綺麗で、あとですね、林間サイトも綺麗なので、ぜひキャンプをしている方はですね、来ていただきたいと思うのとですね、間に合えばなんですけど、僕も YouTube チャンネルをですね、作る予定ですので、作った際には概要欄に載せておくと思いますので、はい、それをご覧いただければなと思います。そしたらこの動画が面白ければ、グッドボタンの方、この前良ければチャンネル登録の方をよろしくお願いします。弊社クラウドシードでは、ウェブ制作、システム開発、マーケティングなどを行っております。ご興味ある方は概要欄の方にリンクを貼ってますので、ぜひお問い合わせください。では本日は富永さん、ありがとうございました。ありがとうございました。